こんにちは、サラです。今回は化粧品じゃなくってフットケアの動画になります。フットピーリングパックペロリンかっこグレープフルーツの香りで、メイドインジャパンですね。でこれは何かというと、足になんかそのピーリング剤みたいなのをパックして、数日後にこう足の裏の硬くなったタコとか皮とかかかとのガサガサが取れるっていう画期的な商品になります。で前々からこういう商品は実は気になってて、ただね、値段がちょっと高くて、一番有名なやつでベビーフットっていうのがあるんですけど、それが1個1700円ぐらいするんですよ。でそれちょっとなんか失敗したら悲しいなと思って、でこれが1400円ぐらいで2つ入ってるんで、そのベビーフットよりも半額以下っていうことですね。実質は2個入ってて、そのアットコスメでいろいろ調べたんですけど、そのベビーフットとそんなに変わらないということなので、早速やっていきたいと思います。中身はこんな感じで、この2つこれだけが入ってました。はい、お風呂から上がってきました。早速これを装着していきたいと思います。はい、ちょっと閲覧注意なんですけど、今のところかかとはそんなに硬くなってないんですが、ヒールとかね履くんで、ちょっとこの部分、これでもねちょっと頑張って削ったりしてるんですけど、ちょっと最近手に負えなくなってきて、こことか豆になってます。豆っていうかタコ。一応やる前はこんな感じの足ですよっていうのを包み隠さず見せていくスタイルで、はい、こんな感じの汚い足です。はい、まずこの袋を開けていきたいと思います。ビニール靴っぽいやつが両足分入ってます。ここをハサミで切るみたいですね。開いて、なんかね結構ね水分がいっぱい入ってる。結構足の中ビチャビチャみたいな、あの台風の時に布製の靴履いて水たまり入っちゃったみたいな感じがする。ちょっと今これを剥いてしまったんですけど、これすごくない？こんなに剥けたことないよ私。3日目でちょっとこの辺の中心、足の裏の中心がもうほぼ剥けてしまいました。はい、今日は足裏パックをして4日目なんですけど、3日目からこの辺のが一気に剥がれて、で今日はですねこの指のところがボロボロきてる感じですね。3日目ほどはそんなに剥がれないっていう感じかな。全体的につるっとしてるんですけど、やっぱりこのタコの部分は、まあ、ある程度上のところは剥がれたけど全然取れてないですね。はい、で角質パックで足の皮を剥がすとタコも綺麗になるのかなと思ったんですけど、結果としてはあまり効果は出ませんでした。なんですけど、かかとのすごいガサガサになってる人とか、もうそろそろサンダル履く季節なので、そういう方にはすごくもう気持ちいいぐらい剥がれるのでいいなと思います。おすすめです。ただまあピーリング剤なのでやりすぎには注意っていう感じですかね。あとタコなんですけど、ピーリングパックで剥がせなかったので、あのなんだっけ、電動のヤスリみたいなドクターショールとかから出てるやつも併用したらかなり足ツルツルになるんじゃないかなと思っておりますので、ちょっと今度やってみようかなと思います。であとグレープフルーツの香りのやつを一応選んだんですけど、足にパックするので
距離がかなり遠くなるんで、鼻と足の距離が。なので香りは正直関係ないなと思いました。ということでサラでした。 Twitter とインスタやっておりますので、よかったらフォローしてください。